東洋大学渋沢ゼミナールプレゼンツ、玉山うるおいちご園を SDGs ないちご園に、廃棄されるスザアカネの葉っぱをうさぎのおやつへプロジェクト。玉山うるおいちご園を SDGs ないちご園にするべく、スザアカネの廃棄する葉っぱをうさぎのおやつにしました。渋沢ゼミナールは玉山うるおいちご園の視察を行った際、いちごの廃棄はほとんどないことに比べ、草花は大量に廃棄されていることを目にし、どうにかできないかということで、うさぎのおやつとして販売することとなりました。こちらのうさぎは、渋沢ゼミナール学生の一人が飼い始めたうさぎのけんちゃん。とても美味しそうに食べていますね。スズアカネの葉っぱを乾燥させたものを食べてもらうため、とても心地よい音が聞こえます。家族でもあるウサギがとても喜んで食べてくれるのは本当に嬉しいですね。 SDGs にも貢献でき、ウサギの喜ぶ顔も見れるスズアカネの葉っぱ、ぜひ皆さんいかがでしょうか。玉山うるおいちご園のインスタグラム、フェイスブック、ショップページはこちらの QR コードからアクセスできます。ぜひご覧ください。